ティクラドンデテジョンです。今回ね、ナビベーストライブゲーミングというわけでね、以前ね、僕が大会出たクラッシュチャンプスとナビのね、対戦がありまして、それもね、前に動画上がっているので、そちらも見ていただきたいんですが、あれがね、アッパーの決勝だったのかな?ローアの決勝だったのか?ちょっと、どっちか忘れちゃったんで、アッパーの決勝か。で、落ちて、まあ、トライブゲーミングと対戦をすることになりました。勝ったら決勝進出という、そういう対戦ですね。はい。まあ、今回はシンセと、まあ、前回確かクラウスのね、代わりで僕が出場したんですけども、今回はシンセも揃って5人フルメンバーで戦えるような状況になっていきました。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行はナビの方からシンセファーストアタック。編成はなんか、いろんなものが入ってますね。バルーンとスーパーバーバリアンがなんかたくさん入って、スーパーホグも入っているという、なかなか特殊な編成ですが、まあこういうのもちょっとシンセらしいなというところで、スケルトンインビジブルなんですが、4個置いてきましたね。イーグルクランジョー、モノリスとレイジターのところにも落とすことができてて、まあかかるところも全部落としちゃえっていうところですね。シンセのスケイン部の、テクニック、ここのね、成功率っていうのはかなり異常なものを持ってるんでね。さあ、テスラチェックをしてから、ここはバルーンを一気に展開していって、ストライカーからの突撃関東部。さあ、2段階に分けたことで、これマルチ IT を折るようなバルーンを作ってますね。うまい。さあ、タンホールまで届きまして、ここはクエイクで揺らしつつのイエティで、あっという間にタンホールを確保していきました。このやり方するとき、クエイク入れるとね、結構ね、落としやすいですね。まあ、事故って落とせないような、あのクエイクなしだとね、なんか落とせなかった時とか結構見るんですよ、このやり方。うん。トルネード引っかかったりとか。まあ、そういうのでの事故率を減らすためにクエイクを入れてっていうところだと思いますね。スーパーバーバリアンはヒーローのサポートのためにサイドカットをするような役割。そしてここは見習いウォーデンもね、使ってね、まあ今回はウォーデンも一緒に動いてくれてはいるんですけど、見習いウォーデンを入れていくことでヒーローパートのサポートをしつつ、まあ、ここもスーパーバーバリアンでね、外周部削ってヒーローの動きをサポートしますね。ホーミングチェック用のバルーンを残して、これでウォーデンがね、できるだけ生き残るような形を取りました。まあ、ウォーデンが生き残ったのを見て、こういう使い方をしてるんだと思います。この辺は臨機応変にいい対応というか、いいやり方ですね。さあ、ヒーローパートもいい感じに動きつつ、さあ、この後どう動くかみたいなのもね、大事になってくるんですが、外周部の方をスーパーバーバリアンとパリピウィザードでカットして、またキングの方、このマルチ IT の区画に誘導させるようなやり方ですね。さあ、フィストを使いつつ、しっかりそっちに戻ってくれました。フリーズとインビジブルが1枚ずつ持ってるんですが、クイーンはなんとなぜそこを壁殴るんですかというところ、サイドカットをしすぎた結果、まあ、直線距離は一応、くるって待ってくれればね、進めるんですけど、一生殴り続けて、まあ結局合流できそうなんで大丈夫ですかね。さあ、ここで合流していきます。さあ、マルチ IT からの被弾がここ高くなっちゃうんですけど、ロイヤルチャンピオンはここはサポートをね、出すなら結構早めに出した方がいいシーンだったと思うんですが、ここはマルチ IT を終点に設定しましたかね、このやり方はもう。スーパーホグもね、こうやって手持ちに残ってるんですけど、これはロイヤルチャンピオンの盾としての使い方になってますね。まあ、ターゲットをロイヤルチャンピオンに入れないためにっていう形だと思います。さあ、フリーズでストライカーも合わせつつ、クイーンまで突破をしていきました。さあ、そして裏の防衛施設12時の方ですね。スーパーバーバリアンで削りつつ、ロイヤルチャンピオンを投石の方に誘導していきましたが、さあ、ブーメラン。インビジブルナイス。さあ、これによって投石の方は触ることができますが、テスラがちょっとここ固まってますね。さあ、裏も当然スーパーバーバリアンと、パリピウィザードで削りを入れていって。さあ、かなりうまい展開ですが、ちょっと時間が足りなそう。さあどうだ、 98%。 いや、面白いアタックだったっすね。まあシンセらしいアタックというか、まあ、ちょっとね、クラスとは変わったタイプの変わったやり方ですよね。なんか結構見てて、なんか分類化されてて、ね、結構特殊な攻めをする人だよね、シンセってっていう感じだけど、なんかクラスとはちょっとまた違う特殊なタイプっていう感じ。さあ、ネブラックス、バルーン大量だったんですけども、なんか18体ぐらいいたけど、もう13体使いましたね、ライドラッシュで。モノリスムで折り切りましたね、ここは。さあ、そしてタウンホールに突撃艦を投げていきましたが、これ結構危険でしたね、ホーミングとかあると。だいぶリスクも高い突撃艦では実際あったんですが、しっかり通っていきました。そしてライドラッシュ展開していたところ、援軍の方もアーチャーが連れてというところでした。さあ、ここからライドラ展開していくような流れです。クイーンでサイドカットというところ。ネブラはまあだいぶライドラやってるんでね、
精度とかもかなり上がってるようなところですが、しっかりクイーンの方でフリーズサポートしていきつつ、投石の方はこれもう一回打つのかな。さあここでトームをかけていきました。もうクローク合わせで外周流しっていう風にしますかね。さあ外周の方に流れていきつつ中心レイジ、ただクイーンの方がねクローク入ったりして、せっかくね援軍の方をアーチャーにポイズンとかも打ってたんですけど、ここでポイズンなしでラバハウンドを処理することになりました。さあこれクラン城越しにどでかい、いいチェインは入りましたが、マルチ IT の方は残っていきます。さあイーグル方の真上にも置いていって、ここはいいチェインが入りますね。さあキングの方はフィスト、さあもう一度ライドラがここで、いいチェインは入りますが、なんか地味に一撃で落とせない防衛説も固まってて、レイジライドラですらちょっとずつ HP 残るような感じになってますかね。さあロイヤルチャンピオンはここで能力を発動。そうなるとレイジフリーズ一発ずつあるんですけど、ちょっと苦しいようには見えますかね。クイーンがクローク入ってロイヤルチャンピオンもここで落ちていって、まあさすがに厳しいかな。呪文はあるんですけど、呪文があるんですけど止まりですね。呪文よりもヒーローの能力っていうのがね圧倒的に大事だというのがよくわかるシーンですね。さあヒーローペットがここは2体つきつつ、ユニコーンにレイジかけることでね、こうして回復量を上げてできるだけ伸ばしていきたいというやり方なんですが、これはもうどうしようもないので破壊率を伸ばすようなやり方にしていかなきゃいけないんですが、投石を固めて、クロスボウの方はフロスティだけをいただきつつ、さあ 92% からこの金庫まで削れるかどうかですが、諦めましたね。無理そう。さあガク、破壊率の方ではね92対98ということで、リードが取れているような状況になりますと。さあスーパーボーラー編成ですが、オデヒースタート、3施設から殴られるようなところなので、ヒーラーは5体スタートギリギリまで HP を耐えていって、この辺クイヒーとかとね同じようにね、おでんの方でも HP ギリギリのところまで貯めてからのレイジ、こうすることでねレイジの効力をより後の方までしっかり伸ばすというところで、このクイーンと当たるところにレイジが乗ってて欲しかったっていうね、そういう遅らせのレイジだったと思うんですが、ここはフリーズも必要になっていきましたと。ワンチャンジャイアントとか挟んでもよかった説はあるけど、どうなんでしょう。さあスニゴブベビドラでかなり綺麗にカットを入れてますね。ちょっとここは削りきれず、追加でスニゴブ投げ続けますと。サイドカットできました。巨爆の解除と陸助の解除ができたらちょっと嬉しいですね。その巨爆はちょっとありがたいかも。ヒーラー結局ここでスライドするんで、あんまり影響ないかもしんないけど。さあ、ここもエレクトロタイタン。綺麗にサイドカットしたのになぜ流れてくるんだ、クイーンは。クイーンもスーパーボーラーも、ね、あんなに綺麗にサイドカットしたんですけどね。外周部来ちゃいましたね。キングの方がちょっと間に合わなかったのかな、さあ中央。ただこれクイーンなしで真ん中貫通できたら相当強いですよ。クローク持ったクイーンが外周部キングと一緒に流れると、そっちの方がむしろ強いし、タウンね爆破受けないって感じなので、これいいんじゃないですか、わかんないけど。フィスト使って、しかもロイヤルチャンピオンの竹がクイーン入ってないので、ここはかなり強い。さあフリーズと、違うフリーズはない、レイジもない、インビジブルとスケルトンの呪文、そしてドリルがまだここ残ってますね。投石のところにシュッと入る。フロスティがついてます。今回はフロスティをキングにつけてフェニックスではないというところ。さあ9時の方からロイヤルチャンピオンを出していって、もうこれは挟み込むような形を取りに来ましたね。キングの竹取りかな、これは多分。マルチ IT にロイヤルチャンピオン当たるときにキングが当たると嫌なので、キングの竹をスケルトンの呪文で竹取ってあげることで、ここでロイヤルチャンピオンがキングに捕まらないようなねスケルトンを打ってあげたんだと思います。さあインビジブルも残ってますが、もう使う必要ないですね。さあナイス全開、ドリル強いな。これドリルって強いよね、なんか生き残りやすいよね、陸編成と合わせると。さあナイス全開ガーサス、いやいいアタックでしたね。さあ対戦相手リキレス、純正のラバルっぽいですね。この時代に純正ラバルやってる人なんて、少ないし、リキレス自体はね、そんなに多くはやってないですが、たまにこうしてね、選択肢に入ってるっていうだけですごいですね。
さあ、モノリスのところに突イエティを刺しつつ、ここは、なんかイーグル砲とかまで、レイジをかければ確実に落とせそうなシーンですが、まあ、特にイーグルまでは狙ってないよってことなのかな。まあ、レイジなしでも落とせると踏んでた可能性はワンチャンありますね。まあ、テスラとかもあるし、大工も絡むところなので、まあ、確実に行くならレイジをつけた方がいいので、まあ、イーグル砲が残ってもいいプランニングっていうのを知ってるんじゃないかなと思います。まあ、さすがにこれならレイジ打った方が、イーグル取りに行くなら確実かなって気がするので、うん。まあ、上振れた時だけイーグルが落とせればいいやぐらいの認識だと思います。さあ、キングの方でクイーン処理をうまいことやっていきつつ、このまま投石の方までスライドさせていきますね。さあ、ウォールブレーカーなんか手前のヒョロンとついてきました。あー、これクイーンが打てるようになるのか、何もせず、ここクローと入ってきた。あ、でもイーグル折れてればマルチの方確定で入ったけど、これマルチ IT 対地クロス折りたいなら、なおさらイーグル折っといた方が良かった説。あ、戻るんかい。戻っていきました。さあ、これ投石までフェニックスは頑張れるか。レイジダイク強い。レイジダイク強い。さあ、クイーン強い。クイーン強い。クイーン投石まで行っちゃった。あの流れでこっち来んの？これクイーン上振れすぎでしょ。なるほどね。そうなると突イエティでレイジを打つ必要がなかったって形ですかね。さあ、タウンホールマルチ IT のところにフリーズかけつつ、オーデンと関係ないバルーンでこれタウンホールを落とそうとしてますかね。まあ、結果的にそれができそうだからそういう判断をしたのか、元々のプランニングでウォーデンつけない方で落としちゃえっていうことなのか、どうなんでしょうね。ヒールの呪文とかも積んでるんで、結構タウンラバルがちょっとそれちゃった気味には見えますかね。さあ、スケルトンの呪文でロイヤルチャンピオンの方と投石、対地クロスあたりのね、対比を取ってもらって、ストライカーを確実にさせるような形を取りつつ、フリーズはマルチリティかけなかったですね。まあ、どっちにしろもロイヤルチャンピオンが止まらないのかな、こうなっちゃうと。下に流れてくれた。まだワンチャンあるか。ないかな。ディギーもいるし、単体火力でロイヤルチャンピオン落としてくれれば別ですが。さあ、ここは、マルチ IT に全てを焼き尽くしてほしい。豪華のインフェルノ。さあ、ここでロイヤルチャンピオンが回ってきますが、巨爆ディギー入って、ロイヤルチャンピオンの方は、それでも耐えていますね。さあ、前回取ってかれました。クイーンがちょっと上振れた。さあ、クラウス珍しいですね。3人目なんじゃこりゃ。また変なことしてる。 5-3?5-3 って何5-3? ライタニングの振り分け 5-3 って何しようとしてんのこれ。あ、 5-2 で一発タウンクイエクかな。それだな、多分イエティだと思うんで、トツイエティのためのあれだな、これはきっとな。で、ゴレウィズですね。ゴレウィズのスーパーバーバリアンで、まあ、基本的にはヒーローで落としていこうっていう流れだと思うんですけど、さあ、まあ、そうですね。クエイク一発だけ残して、こういう展開ですね。で、も残ったクエイク一発を、まあ、突撃感じゃなさそう、これ。あー、でも突撃感なのかな、この距離から。基本はランチャーで行くことが多いと思うんですけど、なんか4時5時ぐらいでウッドランチャーに切り替わってトコトコトコトーって転がしていくような未来が見えるんですけど、どうでしょうか。さあ、ここはゴーレム展開していって、まあ、援軍とかも当たってますね。さあ、インビジブルで、あ、違う、インビジブルじゃない、ポイズンで勝利をさせていきつつ、スーパーウィザードとかも挟み込んでんのが、ここね、ピンポイントでなんか、そういう選択の理由もあると思うんですけど、どういうところからですかね。さあ、みんなライボーでもつけていきつつ、クイーンが若干それかけたところ、インビジブル早かったね。そして見えてましたよ、未来が。しっかりここはウッドランチャーに切り替えて、やはりそういうやり方。ああ、なるほどね。で、ウッドランチャーの穴開けの補助みたいな感じで確実に穴を開けてくれるためにクイークを揺らしていったと。さあ、クイーンの盾がいなくなってしまってますね、ゴレビズなんですが。なのでここはトームをかけていきつつ、クリーズを、そうですね、トームが切れるタイミングでかけていって、まあ、その隙にね、モノリスのターゲットを取れる人がね、行ってほしいんですけど、行かなかったので、速攻のクローク、これはいい判断ですね。さあ、アイスゴーレムが入っていくんですけど、ユニットどうなんだろう？これ、ヒーラーとか持ってきてるけど、ヒーラー、ロイちゃん用なのかな？さあ、ここで対空砲を
うん、そうですね。ロイヤルチャンピオンが落とした瞬間にヒーラーをつけていきました。まあ、マルチ IT のタグを拾うみたいな目的なのかな。さあ、これタウンホール落とせない。ギリギリなんですけど。なんでこれ落とせないの？さあ、ゴーレムまだ、もう一回いいんだよな、ゴーレム。これ12時ゴーレム。ねえ、そうだよね。それするしかない。オレニがここで残っていって、つけたヒーラーもここで溶けてしまう。さあ、これは大工にフリーズかけなきゃいけないの？ロイヤルチャンピオン落ちちゃいますね。大工にフリーズかければロイちゃんは生きれたんですけど、そんなことのためにフリーズは、なかなか微妙ですよね。投石のスプラッシュダメージも入っちゃいそうだったし。さあ、タウンホールが落とせなかったのが全てですかね。クイーンへの盾がいなくなったってところで。もしかしたらどこかでなんかヒーラー、まあ、ヒーラーはロイちゃんっぽいかな、もう見てる感じ。ゴレミも後ろに残すつもりだったのかな。難しいですね。まあ難しいプランを組んでるので、まあそれはその分クラウスの リスクとかそういうのはね、理解してるとは思うんですけど。まあ、ちょっと立て続けに、ゴレウィズ系の編成であんまり取れずに、ね、結果出てないところとかもたまに見るので、さあ 96% と。ただめちゃくちゃ欲しい。前回もね、星さんが最後ゴレウィズで取れずっていう展開だったので、ちょっとね、視聴者の海外の人のね、視聴者のところだったり、ゴレウィズへのヘイトがね、無駄に上がってたのがちょっとなんでだみたいな、まあ、そういう気持ちはちょっとわかりますね。さあ、ヨーヨーエレクトロタイタンなんですが、まずはクイヒから始まりましたね。モノリスのところ。ここはフロスティ採用してたのが、おでんにフロスティうまかったですね。今ちょっとだけですが。モノリスの火力というか、そういうのね、下げた感じですかね。稼働率というか、攻撃速度を下げていきましたか。これはそしてここからどう繋ぐのか。リターンとかではないんでね。このままもうクイヒの動きはコントロールして入ってしまったところ。レイジ置きつつ。タウンホールはこれクイーンがくるっと回って取る予定なのかな。さあ、火力が高いところですが、フロスティがクイーンを一瞬触ってくれたから、フロスティ強いな今の。これウォーデンがスライドするんですかね、どうですかね。さあ、動き始めましたが、アイスゴーレムに止められて、これアイゴで止められたことでウォーデンスライドできなそうですね。タイタンの方に。これイメージ的にはどうなんだろう。クイヒーだけでタウンホールいっ、ん？そういうわけでもないのか。突撃艦に切り替わってタウンホールケアをしていくような形。なるほど。さあ、 HP もギリギリですが、まあシンプルにね、僕はトームを合わせていきました。タウンホールを確保するために。さあ、インビジブルレイジ、もともとこの使い方なのかな。そういう感じに見えてきた、言われてみれば。さあ、ロイヤルチャンピオン。多分ターンホール価格に入るかどうか微妙な感じに見えて、むしろ入らないんじゃねっていう風には見えるんで、もともとのプランでクイーンも一緒に流れて合流してトーム突撃艦っていうのを見てたと思うんですけど、今回はアイスゴーレムがね、良かったですね。合流ができなくなっちゃいましたね、そのせいで。それを作ったところ、さあ、フリーズかけてロイヤルチャンピオン、ストライカー補助も入ってロイヤルチャンピオン対決を制していきつつフリーズ重ねて、まあ、そうなるとこれはアーチャーターと一緒にかけるような方が良かったかな、最後のフリーズは。さあ、どこまで伸びるかですが、クロスボウ対1クロス残ってんの強いな。これクイーンの方も落ちていきつつ、ロイヤルチャンピオンにようやく攻撃が入りました。さすがにこれは守ったでしょう。86%、7%、8% とさらに重ねて、パリピいるんで9までいきそうかな。こういうところもね、1% の差でかいですよ。パリピ強い。さあ、89%。さあ、破壊率でのリードができてるところですね。カズマくん、ライトニング2発型のライドラッシュ。花火かな？まあ、安いを一本どっちか追ってというやり方をしてくると思いますが、
カズマくんがライドラ使うときはもうライドラが本当に刺さるときが多いので、今回はどういう使い方をするんだろうと。おー対空砲カット、うん、あそこのアーチャーターは折り得ですね、それで。なるほどなるほど。さあもう一回、いやもう一回打てたらめっちゃ強かったけど、モノリスト、うーわ、いいチェーン入った、今めっちゃいいチェーン入った。さあここでホーミングを見たところ若干早いですが、トーマかけていきつつレイジも綺麗に入っていきますね。この使い方前回どうだったかな、僕がちょっとスーパードラゴンでやったやり方に若干似てるなって考え方として、ちょっと配置とね使ってるやり方似てるなって思います。さあライドラッシュが両面広がっていって、投石区画の方もライドラでケアができそうになってきました。さあ中心も花火の方でマルチ IT2 本を追ってクランジャーも確保ができてますね。残ったインビジブターも回収しつつ、スーパーガーゴイル、ガーゴイルのねバリューは非常にでかいですね。まだライドラ残ってるよこんなに。さあクジの方にもね1体、クジ下のところライドラ伸びてアーチャーター降り切りつつ、さあ本体ライドラもここまだ活動中。これぶっ刺さってんな、ライドラこんな伸びんの。タイチクロス、それライドラで降りたい。うん、ナイスすぎる。これはロイちゃんとしては反対サイドのタイチクロスから投げた方が良かったやんっていう感じになっちゃったね。こうなるとまあまあどっちにしろいけますね。フリーズ2発残りつつ、さあライドラはここホーミングヒットしていって GG と、サブウメラン飛ばしてディギーがタイチクロス止めてフリーズかけて、さあもう一発フリーズ残ってるのでアーチャータワーをフリーズかけて裏から回収をしていって、クイーンも黒く使って1分余ってと。ナイス全開ですが、そして1分55秒、うん、右見ていただくとね時間出てるんですけど、2分59、2分59、1分55、早い。タウンホール15でこれは早いね。さあリード取れてるような形になります。最終アタックの1個前ですかね。エクソシスト、クイヒーラバルですね。クロも入ってますね。ロケバルも3体入ってるところ。うん、バルキリがちょっと強かったね。さあ、突撃艦がここからポーンと来まして、レイジを置いて、ここにクローンかけるのか？あー、それうまいなー。あー、肉角これで突破か。なるほど。トツイエティにクローンかけていくことで、投石マルチ IT 第一クロスと2区画を突撃艦で突破していきましたね。あー、これ強いわ。あー、イエティの方で、対空砲の方まで拾いつつ、これうまいな。それうま。さ、ホーミングはヒットしていきました。1個。連軍の方にはポイズンを置きつつ、ユニコーンだけってるのでしっかりね、ユニコーンを中心点としてポギズンかけていく必要があります。はい。さあキングの方を6時に展開してキングキングをやっていくと、さらにホーミングチェック重ねて、さっき第一クロスのところに、あ、クロスのところね、ホーミングバルン取ってたんですけど、うん、ここもホーミングヒット。さあ最後はもうロケバルをたまらず投げていってホーミングチェックかましていきました。うん、ここもホーミング赤枠いろいろ出てきますね。かなり罠が下側に固まっております。さらにしつこくホーミングチェックのバルーンを下から投げていって、ラバルパート上からスタート。しっかりね、もう事故らないように事故らないように何度も何度も罠チェックをして、ここは赤枠が出てきますね。さあフリーズかけていきつつクローク、トルネードが出てきてますが、上側ラバルも進んでますね。さあアイゴレつけて3時ロイヤルチャンピオンでクイーン処理を狙っていきたいんですが、気づいてもらえてないですね。さあインビジブルで再度延命をかけて、クイーン自身もインビジブルの方に入ってしまった。さあレイジからのトームかけていっても、これはさすがに初手うますぎたかな。スケルトンの呪文も来つつ、うまいね初手の作りがね。モノリスの方もクイヒーでケアがいいな。ちょっとロイちゃんのね30パートのところだけミスってはしまいましたが、非常にうまいアタック。ガーサスだな。ただリードは変わらず、勝つと決勝戦進出という形なので、次全開取れば決勝進出です。いやー、強いな。これうまいね。
さあ最終アタック星さん、とどめを刺せるかどうか。選んだ編成はなんかこれはシンセに影響を受けてるかな、スーパーババリアンとスーパーホグと20対7対でバルーンも11体。もうこれさすがにシンセかな。下からバルーン確定ですね。これはスケルトンインビジブル、ポイズンも持ってきてるっていうところで、そうですね、対1クロスボウマルチ IT っていうところをここは降りに行きました。うん、フランジョは無視するので、まあ、今回はエレクトロタイタンを積む余裕がないのでポイズン持ってきたっていうところなのかな。さあマルチ IT の方がどうでしょう。1本折れて左が若干残りそうですか。あー、惜しい、折れないか。で下からバルーンつけて突撃艦の方も添えてぶっ飛ばしていきますと。さあトルネード、これ神聖を誘ったはずがホスさんが釣れたぞという謎の現象が起きてますかね。さあここで、うん、ダウンホールの方まで突撃 IT は届きつつ、バルーンもマルチ IT 追ってた、クロスボウの方もこれは追っていくバックアド、そしてバックアドすぎて、このロイヤル、あのクイーンの方がね、雰囲気側、ウォーデンの方が下のキングの処理ができそうですね、そら、うん。あー、そっち行っちゃダメ。ウォーデン、お前は一人で動いてて欲しかった。対空砲の真上に、オデンが。あー。キング処理してて欲しかった。オール、せめてオールがキングを処理してほしい。これ、そら編成なんで。違う、陸編成なんで。さあ援軍の方をキングで釣り出しつつ、クイーンとしてはどうなんでしょうね。そんなにうまいバリューが取れてるわけでもなく、アイゴレ一体は何に使うんだろう。さあスーパーバーバリアンでクイーンの道を作っていくような形のね、サイドカットを行ってますね。でさらにスーパーバーバリアンをどんどん重ねていって、12軸角っていうのを裸にしていくと。さあアイゴレ来たらこれロイちゃんさせるのかな。うん、来ましたね、ロイヤルチャンピオン。そしてストライカーもフリーズのタイミングに合わせて発動。さあ、ウィズ島のとこにスーパーホグを差し込んでいきました。上の方はスーパーバーバリアンどんどん差し込んで、イエティのところね。まあ、クイーンの方は落ちてしまってますね。イエティのところでねってなんだ、イーグルね。イから始まるからもう頭がもうバグってるわ。さあ、真ん中のモノリスのところまでたどり着けるかどうか、ロイヤルチャンピオンは能力残ってるところ。さあ、ここは、ブーメランここでかましていって、モノリスのところまでは去りましたが、多分ヒーロー、これクイーン、イーグル見てたんかな、あの使い方は。さあ、マルチ IT のところまで突破して、テスラがなければなって感じだったな、これ。イーグルだけなら全然、イーグルウィズ島だけだったらね、突破ができそう。あ、これかわせる？射程入ったね、内側に。ただテスラが邪魔すぎる、これ。おうる！チェーン入れろ！どうだ？いやマジ 98%。 いやー、もうちょっとだけオールに時間を与えてほしかった。さあ最終アタック、クロノス、こうなると前回を取られると一気に逆転されてしまうという、破壊率の方ではね勝ってたんですけど、しかも最後クロノスか、一番トライブで安定感ある人ですね。さあ編成はリターン型のクイヒーライドラ、最近は結構珍しくなってるかな。ライドラよりもやっぱスーパードラゴンがね選ばれることが多いの で、ライドラだと結構タウンホールからねドッカーンでいくタイプが流行ってたんですけど、そうではないやり方ですね。うん、さあここでリターンで回収していって、なるほど、8時面ですね。さあここはライドラ1体だけ展開していって、対空砲の方までねクイーンが折れそうなぐらい貯めるのが割と一般的ではありますが、もう時間も加味してかどうか、結構まだね早めですが展開していって、タイミング的にはこれでぴったりなんですね。さあここはライドラのチェーンを生かしていきたいところですが、援軍もちょっと細かいところもあるので、チェーンが結構そっちにも座れてますね。このフリーズね、いいよね、マルチ IT クロスボウ、ここ大事です。さあクランジオタウンホールのところまでライドラがスムーズに進行しつつ、
イーグルのところまでやってきた。さあ、イーグル4のところはモノリス入りますが、ここはインビジブルで延命していって、さあ、タウンホールのところでライドラだいぶ溶けて、中心ここも溶けますね。さあ、スーパーホグを、ホグじゃない、バーバリアンを、今のはどういう意図なんだろう。中身何なんだろう、これ。あ、ロケバルか。これリクス系とかトルネードとかの解除用なのかな、今の。スーパーバーバリアンだね。なんか意図的にモノリスの前につくようにエレクサータンクから出したんですけど、いやー、これうまいなー。クインク、あ、でも入んなかった。いや、入るんかい。これは、PR チャンピオン使わないでくださいっていう。ワンチャンロイちゃんなしでもいけるな、これでも。いやー、これ強いなー。うま。最近だと一番なんか、ドライブで。まあ、地味なんですけどね。地味って言っちゃあれだけど。クロノスが安定感あるようには見えますね。逆転食らいました。いやー、惜しすぎますね。98% が多分、シンセも98だったよね、確か。惜しいなー。めちゃくちゃ惜しいな。悔しいですね。これめっちゃ悔しい負け方だね。いやー、これは悔しいな。見てるだけでもちょっと悔しいですね。惜しいなー。これでね、勝ったら決勝進出っていうところが余計悔しいですね。まあ、そういうわけでね、トライブ戦負けてしまいましたが、まあ対戦相手もね、非常にトライブということで強く。今回はライドラーが3回使われたかな、ね、ブラックスとカズマくんと最後のクロノスアタックということで。最後のも良かったし、カズマくんのね、使い方も良かったし、まあ、あれだね、エクソシストのクローン入れたやつはかなり実践ってね、タウンホール14の頃からちょくちょくありましたが、15であんまり見る機会なかったんで、ちょっと頭から抜けてたテクニックですね。あの、トツイエティクローンはね、本当に強いんで、あれね、1体だけバルーンに、1体イエティにして、残りをバルーンにしてクローンっていうやり方もね、またいい使い方になってきますが、今回の場合はマルチ IT と、あの投石の区画がね、ちょっと距離が離れてるので、イエティの方がいいっていうシーンでしたね。バルーンだとね、ちょっと距離も遠く。あのクローンかけて届くまでにちょっとクローンされたバルームが被弾を大きく受けてしまうので、まあそういった理由からも今回はクローンを増やす方がいいというところで、使い分けとしてクローンをイエティしてったわけなんですね。ダメだ、もうちょっとね、今ね、ずっと寝ないでね、朝6時にね撮影してるんですけど、今気づきました。クローンをイエティしてった方がいいですねって言ってました。今ね、自分でようやく気づけたんでね、ギリギリリカバリーはできましたが、わけわかんないこと言ってるんですが、こんな感じで終わろうと思います。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。さよなら。